ラカンサトシは、香港の政治家。香港の自決権を掲げる香港州市の党主席で、2016年香港、立法会選挙で議員に選出されたが、2017年7月14日に、資格を取り消された。1993年7月13日に、香港人の父と、中国大陸出身の母の間に、新選市で生まれた。6歳の時、香港へ移住。 2014年、香港戦場学生連会の上位として、雨傘運動に参加した。2015年に同連会の事務局長として活動し、2016年には、香港収支を創設して、初代主席となった。2016年香港立法会選挙で5万818票を獲得し、史上最年少での当選を果たした。しかし、 2017年7月14日、香港高等法院によって、宣誓を無効にされ、宣誓日の10月12日付で議員資格を取り消された。2020年9月23日、アメリカの雑誌、タイムで、世界で最も影響力のある100人に選ばれた。香港反政府デモにおける、香港学生連盟の幹部だった2014年11月15日、 中国政府に直接要求を訴えるため同連盟事務局長の周栄校、常務秘書の商用課とともに3名で北京へ向かったものの香港の空港で搭乗を拒否された。学生団体によると航空会社から通行証の効力が取り消されたと中国側から通知があったため乗せることはできないと説明を受けたという。学生団体は北京行きに合わせて 李克強首相宛ての公開書簡を発表。香港人の声を直接聞き、正しい判断を下してほしい、一緒に現実を直視してほしいなどと訴えた。二千十七年六月二十九日、香港コンベンションエキシビションセンター前にて、ラカン、サトシ、両国を立法会議員や二千十四年香港半、政府でも指導者の一人、木野木崎ら約三十人が、 行政長官や立法会の普通選挙実施、龍明ら派の釈放などを求めて、座り込みを行い逮捕されたが、翌30日に釈放されている。2017年8月17日、控訴審で、天川佐革命は、非合法集会であったとの判決が下り、木の木崎や州栄光と共に金庫刑を言い渡され、即日収監された。 三人は一心では執行猶予付き禁錮刑や社会奉仕命令であったが、それぞれ禁庫六ヶ月、八ヶ月、七ヶ月の判決であった。この際、壁がどれほど厚くとも、壁の影がいかに太陽の光を阻もうとも、壁の向こうの道は正義に通じていると信じている。地球を育んでくれる太陽はまだあるのだから。私は、 雨傘運動に参加してくれた人々と正義のために服役する。同情はしないでくれ。完全として不を前に踏み出してくれ。極中にいても私の自由な精神は我々の信念と価値観を共有してくれた人々と共にあり、より良い生活に向かって闘争を続ける。独裁は事故を犠牲にした人々によってではなく、集団で変革を遂げるために、 道徳の力に突き動かされる人々によって打倒されるのだ。そのような変革への意志なくして、刑に服していない、または服役中の我々の苦しみや痛みは意味を持たない。と語った。これは政治犯であるとして、2017年8月20日に大規模デモが発生した。2020年6月30日に、全人民代表大会常務委員会で、 香港国家安全維持法が可決され成立したことを受け、香港州市から脱退することを表明。香港州市自体も同日中に解散を宣言した。7月2日には香港を出国したことを明らかにした。現在はイギリスに滞在しており、香港警察に国家安全維持法違反の容疑で指名手配されている。12月21日。 イギリスに亡命を申請したことを公表。翌2021年4月7日、亡命申請が認められたことを明かした。ありがとうございます。